こんにちは、柴田です。今回はデューセンバーグのレビューです。デューセンバーグといえばやはり椎名林檎さんですよね。デビュー時からねもう愛用していて、これねカラーもね同じなんですけれども、これは廉価版になります。ブリッジがねリンゴさんのとはちょっと違うような感じですね。でもまあ見た目はねかなり椎名林檎色が強いなというところでございます。リンゴさんが使っているのは、まあ、25万とか30万なんですけれども、これはね今中古で89,000円、かなりお手軽な価格になっておりまして、廉価版といえども材はねアルダーでメイプルのネックですね。でローズウッドの芝、持った感じは非常にね軽いなと。フォローになってるんでね、ここ空いてます。これで 3.4 キロという風な感じです。今回ね初めてデューセンバーグを持ってみたんですけれども、めちゃめちゃかっこいいですね。なんか作りがねグレッジ風ではあるんですけれども、オリジナリティがね結構織り込まれてると。オリジナルのビグスビータイプにこちらピックガードの上にですねこういったものがついております。デザイン性はね非常に優れてますね。でロッドカバーがオリジナルと、でペグもねかっこいいですよ。こんな感じのオリジナルになっております。ボディも軽くてネックもねナット幅がね細いわけじゃないんですけれども、非常に握りやすいんで、まあ女子受けがいいのもねよくわかります。でアンプ通してナチュラル系からいきます。リアです。センター、おお膨らむ。うん、この膨らみはいい。でフロント、うん、これでねタップが効くんですよ。でリアのタップから、うん。うん、細くなりますね、かなり。おー、センター、まあ、膨らみもあって、ちょっとセンターで、これをねちょっと弾いてみたかったんです。結構ねパワーもあって地変といえばねこれでしょうね。ちょっとボリューム絞ってねクランチ気味で、ボリュームの追従性もねしっかりしてますね。ピックアップでしっかりしてるんで、こうやってドライブにもね、ついてきてくれますね。で、フロントでーす。うん、雰囲気ありますね。